上も立派。うわーいいぞ、ちょっとキムこれさ、はい、ガンガン釣ろう、釣りましょう。処理一人でできる？あの処理棚ってばっかに見つくめて後で締めましょう。あ、そうね、炭、うわー炭吐かれた、かかった。いや大丈夫ね。ちょっとじゃんじゃん釣ろう、これ今来てるよ、イカ。よしよし、えい、はい、イカゲットです。いいなぁ。これ俺が釣った。これ何イカですか？これはちっちゃちっちゃくね。ちっちゃいっすね。うん、あんなもんでしょ。飲むかな。あんなもんでしょ。いいな。ササ、ササイカ、ヤリイカ、そのまま食います。ペロペロしちゃおうかな。ペロペロしちゃおうかな。チュパチュパしちゃおうかな。よいしょ、おお、いいか。イカチョップして、イカチョップ、イカデコピンでいいんじゃないですか、これ。あ、映ってる。いや無理でしょ、やっぱ。いきます。はい、色が変わります。たまに半分だけ変わるよね。さっき、由来さんが一番でしょ。お、固っ。お、透明になった。ナイトモードだと分かんねえ。はい、 OK、 OK っす、 OK っす。やった、はい、やった。イカだ。イカかですか。暗いだよ。いきましょう。生きとくけど、いいと、いいっすよ。7杯釣れたね。ぶっちゃけ満足じゃない？ 7 杯釣れたら。予定があって3つもやろ。30杯釣れって俺は聞いてきた。あ、もうコンビ。あらかぶ、あらかぶ釣れた。はい、あらかぶ釣れた。見えるかな？歩けよ。よし、来た。おお。はい、言いながら。ゆっほー。そういうとこが見えるけど面白いですね。うん。そうでもないですから。面白いよ。いいとこ見えるんだ。めっちゃ見えますよ。あの手前の苔からヒューって出てくるんですよ。唐揚げ、唐揚げ、さあ木村君、はい、本日の釣果を教えていただきたも。じゃ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 ーん。まず、アジでかい。尺アジ。尺アジ30センチ超だったね。ありました。尺アジ一尺。30.1センチ。で、アラカブが。アラカブ大量。アラカブいっぱいいるね。アラカブがいっぱい。ちびっこアラカブが。お、ちっちゃいアジも釣ってたんだ。そしてなんとなんとイカだよね、一番は。ちょっとこれ見せたいんすよ。でかいやつ。
うん、朝方釣れたやつか。そうそうそう。どれどれ、どいつ、そんなちょっと一回並べてみない。あ、いいっすね。あ、でもうお、そいつ、こっちです。あ、まあでかいね、確かに。あ、イカスミでかい、確かにでかい。これ何センチぐらいですかね。50ぐらい。これなんか70とか言うのやったんですか。知らん、寝てた。ただいま、もいもい、本日の釣果をご覧あれ。じゃ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 ん、シャクアジに剣先が2、4、6、7杯に荒株が大量。荒株何匹いる？15匹。荒株釣れ、荒株はお味噌汁に、イカは刺身と天ぷらに。俺が釣った。味はキムが持って帰る。お、これ俺が釣ったやつだ、ね、これ俺が釣ったやつ。いや俺が釣ったやつ。名前書いてあるじゃないですか、見ますほら、模様。あの、寄り目にしてこうやるやつよし、料理しよう。さて、イカは鮮度が命なんで、ほう、もう、あれです、あれです。2分で終わらせます。あー、水つけた。2分で終わらせます。イカは2分です。うまい。イカは2分で終わらせます。お、早い。そういうことは2分で終わらせます。僕はシュークリームを食べます。終わりです。シュークリーム僕もください。プラチック取ります。ガズ、なんかこうやったね。あ、そうですよ。こう手首のスナップ気がしよう。おりゃ、木村さん。はい。僕が寝てる間に料理を作り上げてたわけだね。もう作ってますよ。じゃじゃーん。まずは釣った鮭と釣ったカンパチと釣ったイカの刺身です。はい。美味しそうなイカとサーモンはお魚村で買ってきました。そしてイカの天ぷら、はい、そして荒カブの唐揚げ、はい、そしてイクラ、はい、海鮮丼にしよう。食べよう。いただきます。いただきます。ちょっとじゃあイカ天ぷらいただこうかね。イカの天ぷら、まあ、そうじゃないか。いただきます。ない。塩がいいな。塩、お塩が。うまいけど。唐揚げ食べよ。唐揚げ食べよ。あ、これ塩かかってる。唐揚げが。荒株の唐揚げ。うん、うまい。刺さりますよ。食べた。うまいね。食べたことないけど多分刺さりますよ。うまい、うまい。まあいい、イカ。イカ刺身食おうかな。イカ刺しいただきやす。うん、うまい。イカも。うん。めっちゃうまそう、海鮮丼。これ画面で見て。めっちゃ。お店じゃないですか、お店。
いただきます。